ピコピコハンマーは古くからある玩具の一種である。ピコハンと訳されることもある。なおこの故障は一般に広く認知されている属性によっており、同製品の元祖はマスダやコーポレーションのコハンマーである。工具としてのプラスチックハンマー空気バネ及び笛の付いた玩具としてのプラスチックハンマーこの玩具は大型のハンマーを模した形状をしており、プラスチック類でできた中空の柄と、 中空のハンマー部分からなる。柄となる部分の先は様々な形状があるとされる。ハンマー部分の円筒型をした左右の打撃面は円筒側面に設けられた蛇腹構造によってほとんどの打撃を吸収してしまうようになっている。類似品の玩具としてプラスチックハンマーがあり、こちらも人に対する殺傷力はない。ただし工具として同一の名前がついている。 プラスチックハンマーは通常の金属でできたハンマーと比べると打撃力が低く対象物を傷つけない効果があるが中身が詰まっており非常に高質のプラスチックでできているため人体に使った場合は十分な殺傷力があり危険である広く見られる製品ではハンマー部分が注意を喚起する赤、柄の部分が黄色と白のストライプ模様もしくは黄色一式となっており ハンマー円筒部分に柄が差し込まれた形状となっており、柄のハンマー取り付け部分には内蔵されたプラスチック製の笛が収まる場所が設けられている。また、ハンマー部分や柄などに製造企業の商標やシールが貼り付けられているものも多い。元祖であるコハンマーは1965年にマスダヤより発売された。現在では様々なコピー商品が出回っており、 類似品は多すぎるため実態は不明である。なおマスダヤのコハンマーは柄の部分がピンクのストライプ模様となっている。もともと開発にあたって子供が安全に叩ける針線に変わるおもちゃというコンセプトを掲げて作られ最初の試作品では実際に殴られたのと同じくらい痛いものであったが徐々に改良が加えられ現在の形になったという。コハンマーの場合 全長3 2トルから5 5トルの製品があるが、大型のものはハンマー部分が全長の比率以上に大きなボリュームを持つ。この玩具では先端のハンマー部分で叩くとハンマー円筒内部の空気が柄に取り付けられた笛を通じて外に排出される。この際、不意語機能で排出される空気の移動によりピコッと音がする。 打撃面は片方だけあるものもあるが、その多くは両側が打撃面となっており、どちらで叩いても同じように機能する。なお、打撃の衝撃は蛇腹部分に吸収されるため、ほとんど痛みがないとされるものの、大きく振りかぶって打撃が吸収される範囲を超えた。運動エネルギーによって行使されると、それ相応に打撃力が発生する。 しかし柄の部分も中空のビニールでできているため柄の強度を超えて打撃力を発揮できない。このためこの玩具で人間が殴られてもこれによって負傷することは稀である。ただし大型のものは使用されているビニール素材の厚みにより蛇腹部分があまり縮まないものがある。表面の硬さと相まって打撃力が予想以上に高くなる場合がある。 1990年代以降では、概要部分で述べたもの以外に、薄い塩化ビニル樹脂でできた、空気を入れて膨らますタイプのものが発売されている。こちらは中に入っている鈴が鳴るというものである。この玩具では、透明となっていて、光が透けて見えるものや、逆に、重々しい木槌に似せたものなど、様々な種類がある。ひだ面に加わる衝撃が小さいため、 親しい間柄であれば、軽く振りかぶって叩く分には、冗談や遊びの範疇で済まされる場合が多いことから、叩いて、かぶって、じゃんけんポンや、バラエティ番組などの突っ込みとして使用されることがある。また幼児や児童にも人気があり、これを所持した幼児、児童の手によって、家庭内において、家具やペット、家族がこのハンマーによって打撃されることも多い。とはいえ、 やはり打撃の衝撃をこれが吸収するため、これら非打撃対象物が破損することは稀である。この玩具は安全性が高く負傷しにくいものの、使用された側が驚いて転ぶなどの副次的事件が発生する場合もある。また顔面への打撃は鼻血などの怪我が発生することもあるとされる。その他、打撃によって不安定な花瓶や家具などが点灯することにより、 事故が発生しうる。この他にも、動物を必要にこれで殴打した場合には、怪我はなくとも、ストレスを与え、動物虐待とみなされる可能性もある。工具としての、プラスチックハンマーと本校の、プラスチックハンマーは名前が同じため混同すると、危険である。また、報道や伝文により意図しない間違いを引き起こす、可能性もある。マスダやコーポレーションプロダクト、 バラエティーグッズ。シルシルミシルテレビ朝日で2008年12月15日に放送された回、ラジコンロー発より、価格ドットコム、シルシルミシル2008年12月15日放送内容。くすだイナ笑顔と涙と、かつの、ウェーブ巻き起こした、噴水広場イベント。音楽ナタリー。2016年6月9日閲覧。くすだイナ光天にそびえるガンダム前に、 皇帝に即位する、音楽ナタリー。2016年6月9日閲覧、ありがとうございます。